勤務実態のない公設秘書の給与など、およそ350万円を国から騙し取ったとして、東京地検特捜部は今日広瀬恵元参院議員を在宅起訴しました。自民党を離党し、今月15日に議員辞職した広瀬元議員は、公設第一秘書の妻を公設第二秘書として届け出ていましたが、実際は勤務実態がなく、 一昨年から去年にかけて国から秘書の給与の名目などでおよそ350万円を騙し取った詐欺の罪に問われています関係者によりますと広瀬元議員は特捜部の任意の事情聴取に対し公設第二秘書に勤務実態がなかったことを認めているということです